マックを食べますマックを買ったので久しぶりにマックを食べながらショールームですもうね治ったまあもう割と体調は良くなったので復活記念にまだちょっと喉が痛いけどうんうまっ 昼にテリタン食べた病み上がりマック…はい今日は外が雨今日は雨マックが食べれんならもう元気…でも飲み込むのがちょっと痛いなにこれ <laughs> だ君は希望の光どう…なにこれ何言うの？ うん、あ、ベーコンポテトパイなんてあるのていうか今日はチーズテリヤキみたいなチーズテリヤキバーガーのき初ご飯チーズテリヤキどうしてもなんかマックが食べたくてなんか YouTube 見てたらマックを食べてるマック食べながらみたいな。 のがあって、もうどうしても食べたくなっちゃったんであショールームしながら飯テロしながらショールームしようと思っていただきますあ今ダブチ食べてたの、うん寒い今日今日ちょっと寒くないジャージみたい。 なんか手焼きが一番好きかもん。チキチ食べたことあるかないか。 しいです大空に羽ばねこれさ何のギフトなの ?5 月4月ってあ新学期とかそういうイメージイメージこんばんはこんばんはうんうんうん でもちょっと久しぶりに食べたマック最近は自炊をしている朝マック寄るかどうか悩んでて我慢した偉いあおしゃべり会のアプリって変わったんですかあまりよくわからないので教えてほしいえっと withlive っていうものに 変更したんですウィズライブっていうものになったのでウィズライブのアプリをウィズライブのアプリをダウンロードしていただいてそこからですそこからあれなのでよろしくお願いしますインスタントは自炊だインスタントではありません たまーにファンクラブに載せてるのたまーにえかわいいうん揚げたてにしなかったこの間煮込みハンバーグ作った。 うんこれあれだよあのえっとチーズテリー焼きうん、うん、これ もう1個食べたいもう1個食べたいあイースター新生活応援かうんみんなもマック食べたくなるうん水失礼な 冷凍じゃないよ失礼なチーズ照り焼き冷凍はもう数年前の私です な,くないもん泣いてますけど <laughs> 泣いてますけど食べたいのでは、うん、はいマヨネーズがうまいおいし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 い んんバケツポテトって何一個で済ませるの偉いないやさすがにねまるそうに食べてってどういうことインスタライブやってない。 この髪型似合ってほんとでも伸ばす食べたいよよだれよだれ出てんの何食べたマックこれ買ってシリアルコードを入れればいいのか何の話キャストウォッチ千葉県民でほんとよかったあそうだ千葉の方 えショールームにないコメントをゆかちゃんが読んでるどういうことどういうことショールームにないコメントをゆかが読んでるんみんなには見えてないコメントあウィズライブかウィズライブこれはあのおやつですおやつ うんうんうまっうんおやつ初めし今日ゆかちゃんがオンラインしてること知らない人多い。 えそうなのなんであツイッターに書いてないからかそうウィズライブはネットでポイント買うとちょっとお得なのでネットの方がいいですアプリで購入するよりこんにちはこんにちは電車乗り遅れと思ってダッシュした雨降ってない新潟降ってないの間に合った そう私ツイッターにね書いてないなんかそっかファンクラブ入ってないと全然確かにでもなんかなんかツイッターなんかなんか怖い人が来たら嫌だなって思ってちょっとちょっとちきっててツイッターに書いてない。 なんかうんでもいうか今のファンクラブに入ってくれてる人たちで十分楽しくできてるからなんかファンクラブに入ってくれてるほど好きな人好きでいてくれる人だけでいいかなって思って <laughs> なんか今は自分でやってるじゃないですか。 でもグループ入ってた時はスタッフの方が怖い人がいたらちゃんと弾いてくれるとかいろいろやったけどこれはあまりそういうのがさわかんないからさ見た目なら変な人には自信ある。 ななことないよだからもうゆかの,あのファンクラブにまで入ってくれるくらい好きで行ってくれている人たちが今お話し会も結構来てくれてるから結構それでゆかはもう十分な気がしているなんかそれがで十分な今は。 でもちょっとゆくゆくはずっとそれこうやってじじこまってちゃいけないんでツイッターでもちゃんとうんなんかもういたんですよちょっとあのうんちょっとんっていう人が。 だから3発ね12月にしましたあんま伸びないあんま伸びないん私も 怖い人って思えたら申し訳ないですもっと。ね、思って、思うわけないじゃん。思ってるわけないじゃん。いつも。楽しくお話しして。ありがとうございます。あ。うん。も。まっ。 こんにちはこんにちはなんておいしいのマックってやっぱりさ久しぶりに食べると本当においしいよね 今ね、絶賛パパと喧嘩中なんでね絶賛絶賛大喧ん中もうこれは親親子の価値観の違いですうんもう,もう もう怒ってるゆかは本当にパパも怒ってるしゆかも怒ってる書類見てんのかねパパ知らん じゃ別件で <laughs> なんか何言ってたいもうあれだけど <laughs> うんまた違う件でだってなもうさ分かんないよく本当に。 マジでわかんない、本当にでそれでそんな怒ってるのってな,な、なんでそんなそれで怒るんだろうみたいな何かゆ、ね、かに言、ね、あんまり理解できないんだよねもうこのゆかの年代とそのパパの年代のなんもう考えるパパの年代っていうかパパ パパとこちらの年代の考えの差が考えの違い本当に合わない考えがパパのパパのその考えは言いたいことわかるけどなんでそんなにってうんこっちの年代からしたらえ な,なんでって感じなんだけどでもパパ的にはなんか気に食わないことがあったんだろうねうんでもさそれが父親ってさ言いたいことは分かるけどさ分かるけどなんかそこまでそこまでって感じなの。 だってそこまでってなんか本んにね分かんないんだよねもうでちょっとこういう風になったらすぐに「もういい」「もう帰ってこなくていい」みたいな感じで言うの「それとこれとは違うじゃん」みたいな「もうもう自由にもう好きにしたらいい」みたいな。 ももももううう好きににししな、もう自由にしな、自由パパはもう何も知らないそしてもう帰ってこなくていいですさよならみたいなさ何を何を一人で自己完結してんのって思ってもう何を言ってんのって思う子供だよもう絶対にでもこれ見て多分これ見てんのか知らないけどさっていうかこうやってみんなに愚痴ってさまたイライラして怒って 怒るんだと思うけどさ本当に本当にもう意味分かんない何かもうもう帰って来なくていいです好きにしてくださいもう関わりませんさようならなんやねんそれ 話になってないもん本当になんかいちいち全てを報告しないといけないのねどこ,どこに行くとか誰とどこに行ってくるとかそういうのなんか全部報告しないといけなくてさで誰とどこに行くとか,なんかどこに行くっていうのを言ったら なんで今それ言うのちゃんともっと早くスケジュール把握しておきたいみたいな,なんやねんそれうんそれでもう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 いいですみたいなどういうこと本当に なので明日は名古屋に列戦の予定だったですが多分私はいけませんなので私はダーゾーンで見ますだってせっかくさ名古屋でさユンカ選手も出るしさ行きたかったのにさ 行きたかったのにさもうこれだからさ多分ゆか行けないえ明日と私行くでしょなのにさ小さいやつしかもう小さいのしかないあでかいのさ。いやだからゆかは言ったのじゃあ明日 明日行くみたいなこと言ったらもう話変わって「もう好きにしてください」「さようなら」みたいなこと言ういいですダゾ読でみるもうどういうことなん本当に い意味は分かんんないもんでそれで怒ってんのかが分かんないいや分かるよじゃあその怒りたい気持ちも分かるけどなんでそっからそんなに話を大きくするのってなんか「もう帰ってこないでいいさようなら」とかなんか。 ももろろの予定をすべてキャンセルしますとかそうえ何みたいなもう食べ終わっちゃったもうさどういうことなのもうゆかに何もしないでほしいのかなもうゆかにどこも行かず何もせず友達と友達と出かけもしてほしくないってことどどういういこことそれどこの もうこれ可愛いいとかかの次元じゃないからね本当に24歳の女の子からしたら結構きつい苦しいんだよこれって。もうこれを見てんのか知らないけどまた湯川ショールームでさ「愚痴っていいよね」とかさまたこれでさ「あ頭きた!」とか怒ってんのかも分かんないけどさ知らんけどそれはさもう。 しんどいよ、本当にこっっっちだってだててさ、確かにゆかがそう学生とか未成年でそれ言ってくんのはわかるよ。たださもうさ24歳っていうかもう25歳の代でさ誰とどこに行くとかさどこで何をするとかさ何の予定があるとかってさ別にさいいじゃん。でそ,れをもその予定をもっと早く言ってほしいって言うけどさなんで ほら <laughs>「ピーバー怒ってショールーム見てないよ」って言って <laughs> 見てないなら言い放題だ <laughs> うん、うんにもうね明日せっかくね名古屋でさユンカー選手さ名古屋に移籍して まあレッツと試合でさこれ結構見たかったのにさなんか結構もう行きにくい感じになっちゃったしさもうあれだからもうちょっと行けないかも本当に本当にさどういうことなのねあのさ娘がいる方ちょっとどういう気持ちなんですかねいうかちょっと本当に なんか気持ちが分かんないんですよあんまりどういう心境なんですかね <laughs> マジで分からないもう明日は行くとあそん感染ですわせっかく行きたかったのにさもうさパパと喧嘩したせいでさパパもちょっと多分やけになってたらしさ マジで本当にもう言うかね今からチケットって取れないのかな意地でも一人でも行きたいんだけどもうチケットって取れないもんなのいつもパパが取ってるからさ分かんないんだけど意地でも行きたい何事パパと喧嘩ですよ うわチケット購入ボタンあるわでも空席ありじゃんほらで、ね、もうさこれでまた行ったら行ったでさんまた怒るんだろうねきっと何勝手なことしてんのとかでももう勝手にしろって言ったのはあなたですからねって言いたいけど。 空いてるんだよな今ショールーム見るってだって見なくていいです見ないでくださいブロックしますよ 痒くなってきたもうストレスでかゆくなってきた見てほらストレスだよ完全にこれはもうね意味わかんないからほんとにそうなのあるのに買うのはもったいないのお金がでも仕方ないのもうだって向こうがそういう感じなんだからさゆかはさ「じゃあ明日」みたいなこと言ったのにさ なんかもうあれだからさ意味が分かんないもう「好きにしてください」って言われたんで「好きにしますも」も「うも帰ってこなくていいです」って言ったので「帰りません」その代わりママが小三郎をこっちにたまに会いに来させて連れてきてください <laughs> もう「帰んないです」じゃあ「帰りません」だけどママが真ん中の立場としてゆかに月に1回小三郎に会わせてくださいもう。 小三郎に罪はないですから小三郎は誰のものじゃないからねえコメントしてからブロックするよ本当にねそうやってコメントそういうなんかピエンみたいな絵文字でピエンみたいな絵文字で書くから冗談だみたいあまたそういうのねって思われるわけじゃんいうか結構本当にイライラしてるからね今回は本当にみんなはいつもの 喧嘩だとかそういうふうに思ってるだろうけどそれであんなに怒る理由も今後のあのね家族で予定していたね家族で予定していた予定をキャンセルしますってなんか意地になってなんか何を思ってんのか知らないけどもう7月のなんちゃらキャンセルしますとか何を早まってそうなってんのみたいな。ああんだけにさもうこうこの その予定の7月の予定のことをさあんだけさもう楽しみにしててるのに年中に年中だやとか言ってきたくせにさそれでキャンセルしますどういうことそれ結構なさあれだよもうメンタルヘラーの人ってもう本当にもうダメだよそういうのは大人げないからね絶対に。 24歳の娘相手に怒るのもさ分かるよパパのさその気持ちも大人げないよそんなの本当とに何に何にそんな怒ってんのかが分かんない24歳だよ言うか24歳スケジュールがなんちゃうとかは言いたいことは分かるけどさねえ マジ, <laughs> マジ怒りいやわかるけどさってもうね本当に意味が分かんないもうね何で喧嘩したそんなんってもうそうだよ何で喧嘩したと思うマジでしょうもないから本当に。 マジしょうもないよ本当に本当にしょうもないなんでそれでって小粒あげうないのうちもうほらストレスで痒くなってきて <laughs> じゃあいつもと違うって言ってるけどいつもな怒ってないや一緒って言うけど違うのもうゆかの怒りのレベルが違うもう LINE を返す気にもなんない こっちが呆れてるパパはこっちが呆れるって言うと思うけどこっちの方が呆れてるからこっちが呆れてる本当に今回に関しては本当にこれをパッて送ったらパッて本当にこんな安心してて大丈夫かゆかちゃん大丈夫です全然全然大丈夫です もうねこういうのはねパパと電話して話してもねお話にならないのいつもだからここでね遠回しに努めてる <laughs> ずるいやり方 <coughs> もう疲れたほんとにもう疲れるほんとにパワーも疲れると思うけど床も疲れるからうんみんなは困ってるよこれ聞いて。 みんなも困ってると思うけどゆかも困ってるからここを借りてるこの場をもういいです好きにしますじゃパパの言う通り好きにしますパパのお望みなら私はそれを望み通りにしますじゃんまったく何やねんほんとに も LINE を返す気にもならん今日は一日 LINE してこないでくださいもうや <laughs> 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 み上がりの娘にそんなさそんな言葉を言ってくるなんてさ 苦笑いしてるの違うよかゆいピーさんちょっと反省しようねって言ってるよまったくもうイエローカード確かに。 ピピーイルカード喧嘩するほどなん,なんとやえよって言うけどこれに関しては本当に違うけん <laughs> ほらまた LINE 来たすごく悪者になってて草て違うじゃん パパからすごく悪者になってて草ってててました <laughs> なんやねん「草」ってでもそれが本心なら「もういいです」って来たので「もういいですじゃあ私も。もういいです。 もういいですじゃあ <laughs> もういいならもういいです私も以後自由に過ごさせていただきますじゃあ <laughs> もうねもう本当に疲れる公開親子喧嘩なんてそんな そんな良くないありますか良くないよね本当にもうあと5分以内に終わりにするわこの話もうここはゆかの部屋ですからもうこれゆかの部屋だからゆかが言いたいってことを言える場所だってさゆかとパパとママの LINE で話したってさゆかだけ責められるから味方いないんだもんゆかに。 家族内でこ <laughs> こんにちはこんににちちははすいませんね来てくれたのにもかかわらずこんな久しぶりにショールームをしたかと思いきやこんなにいやわかるよゆかもねよくないと思うよ私もねよくないところあるしねてかあったと思うけどさ 確かにゆかも悪いと思うよだけどもだけどもさねそれをなんか今後の予定を崩すような風にするのはさ大人げないじゃん。今回の件に関してはさこれがダメならこれがダメでじゃあ悪かったで悪かったねってどっちも悪かったですよねってそりゃ意見の食い違いはあるよねで終わればいいのにさなら。 もう今後のこの予定もキャンセルしてこの予定もキャンセルしてみたいなそれはちょっと違うじゃないですか久しぶりに見たら芸風変わってた芸風じゃないのこれは <laughs> 確かに配信で話すのも大人げないなゆか確かに配信で話すのも大人げないわゆか 目が覚めました。やめます。こんな話する。チケットはままに渡しておきます <laughs>。なんやねんそれ。 いや名古屋はねちょっと行ける手段がねあったんであのチケットはママに渡しておきますっていうのは来たでも多分席隣じゃないこれ違うの気まず <laughs> どういうだし多分そうだよね チケットあったところで別々に行ってもあ,<笑>あ,あ<笑>いいです私は行かないで明日はダゾーンで見ますパパは行かないって言ってる。 いいよパパが行ってきなよゆかはダゾーンで見るよだって一人で行ってもスタジアムの行き方わからんしいいよパパが行ってきなよ明日はゆかはゆかは行きませんっ <laughs> 誰さっきから大空に羽ばたけ送ってきてる人いくらさんだん <laughs> <laughs> けどマックを食べていい気分になりました美味しかったので君へ希望の日誰よわ <laughs> かんないよだって行ったことないもん名古屋のスタジアム。 お腹減るとイライラするっていうのは本当にあると思う今お腹いっぱいで何も思わなくなったもんだお腹空いてたんだゆうかえ総選挙で行ったトヨタスタジアム あのね心の緑は部屋の乱れっていうように今部屋が乱れてますなので片付けでもしますんで洗濯をするほぼ赤ちゃんだと お休みある時に一人旅でもあのね一人旅ってさ大人だよね私一人旅ねまだねできなさそうなんかさそれならさ人と行った方が楽しいってなっちゃうえ十16歳で一人で沖縄すごっすごいな ずっと部屋乱れてるけどずっと心が乱れてるってこと <laughs> う<ー>ん <laughs> う<ー>んうん <laughs> <laughs>。部屋の乱れは心の乱れ。 けど洗濯したい洗濯最近好きなお菓子は忍者飯うん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 。<laughs> 今気づいた。ありがとう。忍者飯はグミみたいな感じですそう。忍者飯のブドウが美味しい。昨日からウィズライブの申し込みが始まっているので、ぜひ遊びに来てください。ちなみにウィズライブの申し込みしてくれた上にね。ゆかの ipad にピコンって出てくる <laughs>。いついつの予約が入りました。 ついさっきね将来も始めようとしたらねブーってなったからね何って思ったらねなんか10日の何時何分予約が入りましたってきた誰だろうどなただろううん忍者になるかなじゃあ夜中に申し込むと通知いっちゃうのかうんうん でもなんか誰からっていうのはゆかの画面では分かん…分かるのかな開いてないからちょっと分かんないけどあ誰からって分かるんかちょっと見てない見たら分かるのかもでも上にね通知来たショールも始める前に「ビ i z l i v e 4月10日何時からの予約が入りました」 でも iPad の充電が切れてた今充電したんだけど。っていうかファニコンにラジオ機能ができるのあったんで朝申し込めば目覚ましになるからやめ <laughs> 4月,10あります4月10日もあります <laughs> あバケツポテトってこれかパニコン「パパさんと喧嘩中なんだね」でワンオンワンできてたワンオンワン <laughs> うんえワンオワン記録つかないなんかさ。 もうこれさあの来てない来た順になんなくてさずーっと一番下まで行かないと見れなかったりするんだよねあ全部既読ついたって思ったらさずーっと下さなんかね順番がねもう違うの,の上の方にあるやつをさ見たと思ったらさ下見たらさずーっと下に「えー、待って読んでないのがあった」ってなるしさほんとだ。 なんかすごいね上の方にねなんか順番でね来てると思ったら全然ね既読順じゃなくてね LINE ってさ既読既読ついた既読ってか LINE ってさ来たらさ上に順番にさなるじゃん。でもなんかこれいつからか今まではね順番だったんですけどなんかいつからか <laughs> 上。 上に来たののではなくなんかと飛び飛びなのだから一番下に行っちゃってるのもあるしなんかわかんないんだよねだからよしこの辺全部見たと思ってもさ今言ってくれたようにさ見終わられて見えてないのもあるんだよねなんでだろうでもね記録順じゃじゃんなんだっけなん順番ん全部記録ついてる,ついてるよね。 でもついてない人もねやっぱ何人かいるみたいなんでちょっとこれ終わったらこう遡ってちょっとやります本当に何百人いる中でこうぶわ後ほどちょっとあの確認させていただきます日にち順でもないの 片付けでもするか、うん、たった今送ってくれた人はね上に来るんだよなほら「君は希望の光」よくわかんないことこれ今来たらね上に来るんだけど少し経ったらね下行っちゃうんだよね。 また今予約が開始されました予約されましたってきたイズライブのそうだよパパなんか食べな多分お腹空すいてんであとあ目がかゆいなんか食べた方がいいやパパ絶対お腹空すいてんですそれだからそんな意味わかんないくらい怒り狂ってんだと思うけど目がかゆい 今お話しあ、マーっいたのいや、目がかゆい花粉かなずっとかゆいんだよね最近 <laughs> ママから, <laughs> マ,マ,から <laughs> ママから「とんかつ定食たらふく食べてた」ってきましたけど <laughs> パンいっぱい買ってきてたしなん <laughs> やねん満腹じゃないか 満腹状態で満腹状態で切れてるって素で切れてるやんけそれ <laughs> とんかつ定食たらふく食べてたらしい <laughs> そう髪色ね色は落ちてきたここでもブリーチしてるからすぐ色落ちちゃうの あギリポニーテールギリプリン食べていいって言われたから心置きなくいただきやめた方がいいんじゃないの自分の体的に自分の体と相談しなまずだってさいいか悪いかなんてさ大人なんだから判断できるわけじゃんね そのぐらい体調管理くらいちゃんと自信ないよ自分で知らないよ本当に <laughs> また怒る <laughs> それでなんか体「体調悪い体調悪い」とかさいつも言ってるけどそれはもう自分のせいだからね本当に言ってる言ってるじゃん結構いつも「やめな食べるの」って。 でも食べたいならいいんじゃないですか食べたら。<laughs> なんて <laughs> もう、焼け食いするんだってってママから、もうから送られてきた <laughs>。串団子とめちゃ甘そうななんかショコなんかガトーショコラみたいなやつとでっかメロンパンとパンあと他に三つ <laughs>。 いつも焼け食いしてるやんけマジで。いつも焼け食いしてるやんけ。やばいよね本当に。それで体調悪いとか言ってんだもん。もうマジで自分のせいだよそんなの。言ってんだよ言ってんだよなんかやめな食べんのって。 そんなで体調悪いさ感じなくても知らないからね本当にそうやけ食いのふりして甘いもの食べたいのそう正解です明らかに別の夕飯もリしょ正解です食べ過ぎ正解です <laughs> いや見てるだけで食べないよ <laughs> なんやねんそれも,もう見てるだけで食べ,食べてないよだってなんで見てるの何眺めてるのもう見えないとこに置いてあげてママも <laughs> 本当にママもママで見えないとこ置いてあげても本当に <laughs> どういうことなの本当に もうほんと修行だよね <laughs> 好きなものママもほらよ見るだけならいいよほらよ <laughs> やめてあげてそれも, <laughs> もういうことな何買って見てるだけ何買って眺めるだけってもうどういうこと <laughs> おもろすぎでしょ<笑>爆笑って送ろう うちに黄色ないんだよっていいでしょもうなくて <laughs> 鑑賞用ママもママで見させてるだけなんで見させてるの <laughs> ママが一番厳しくてクサ <laughs> 確かに 牛か髪色明るくなったなうんなんかね明るくなっちゃった色がおっしゃたああいくらさん熊マウサギいくらさんんでまたなんでまた,なんでまたいくらさんもういくらさんなんてことない時なのにこのくまちゃん植えつけるからいつもありがとういくらさん らちゃん怒っちゃうぎゅうごちゃんもかわいいどういうこともう何してもかわいくなっちゃうじゃんそれ怒ってかわいいって人いないんだよ <laughs> あもうびっくりびっくりした本当にありがとういくらさんでもなるべく怒らないようにします今後は今後は怒らないようにします なるべく <laughs> なるべく笑顔なるべく笑顔与えられるように頑張りますありがとうああ全く どういういことなの過去一の面白かったって今までどんだけつまらん配信してたの私本当に困っちゃうよもう洗濯してる間にインスタグラムの質問ボックスどんだけ好きなのって感じで選択してる間にインスタグラムの質問ボックス, <laughs> <laughs> るス,ックスやるので <laughs> NG なしでお答えしますので何でも <laughs> これ楽しいんだよねでもちょうどいいの選択してる間に違うよ親子喧嘩配信をしたくてしてるわけじゃないのよいつトラパパが。 ンカツ食べてお腹いっぱいなのにパン屋に連れて行かれただってあママが連れてったのパン屋さんにそういうことパパが行きたいって言ったんじゃなくてママが連れてったんだねパン屋にもうどういうこと本当にインスタ質問ボックスのね写真何にしようか見てたんだけどね なんか髪長い頃の写真が出てきてめちゃ懐かしい髪長い頃の写真がえ <laughs> 質問することなみんな質問することないっていう <laughs> ここの人たちみんな質問することないらしい私に待って。 もう髪長い頃の写真が懐かしいよ懐かしくないこの写真ポニーテールしたい早くポニーテールしたいまた ポニーテールすると好きだった女の子に激似になるゆかわかるこんな長かったんだね私って完全に忘れてたよ長いショートにして大人っぽくないえ本当に <laughs> ショートにして大人っぽくなったの私逆じゃなくて子供っぽくなったのではなくて懐かしすぎる全部こんな結びで来てたんだよゆ香 でも今一生懸命伸ばすって変だけど一生懸命伸ばしてるえー、大人っぽくなったんだこれっていうかこの長さ 伸ばしてますでもワカメうんワカメ食べるとさなんか伸びやすくなるみたいななんか言わないなんかワカメみたいなの食べるとの伸びるっていうかまあ髪綺麗になるんだっけ伸びやしないか。 えー、これこれにしていいインスタの質問ボックスの写真 <laughs> 血のりダメ <laughs> 地のり地のりうん <laughs> お好きなものでどうぞ間違いないでもあんまないなできれば可愛いいのがいいですえー、ないよ <laughs> ないよえ <laughs> こう見るとよかったあんま写真ないのが <laughs> あるけど <laughs> ええー アイドルの時よりりも自撮ししなくな…しなくいえうん全然しないからないんですないんですっていうかないなくなっちゃったほとんど吸う機会がないえー、あこの写真はどうカレンダーの 撮影カレンダー撮影の時の。 <laughs> なん何でも何でもってなんで洗濯回してるときにやりますいった 行ったなんでなんでいっぱいなんでも幼いメイクしてないからかじゃあランキングをもう6時なんだ、えー、13位西枕さん12位正人アッマー君11位みぞっち位もふもふのカーペットさん9位しんさん8位片山さん7位マコちゃん6位ひーる君 5位エレクトロさん4位テレテルモンさん3位ノアマスターくん2位ユウトくん1位イークラーさんです今日はすみませんあの怒りをぶつけた配信になってしまって本当にすみませんでしたまたファンクラブも投稿しますのでファニコンゆかの遊び場ぜひお待ちしてますじゃあまたインスタの質問ボックスで いっぱい質問してください。またねー。バイバイ。